セファラン総輪装甲車は、イスラエル国防軍によって運用されている総輪装甲車である。セファラン総輪装甲車は、アメリカ軍に採用されたエンラップの車種である、マックスプロの開発で知られる、ナビスター・インターナショナル社が開発した、中型から大型の軍用トラックシリーズである、ナビスター7000トラックをベースに、キャブ及び後部車体を走行化した総輪装甲車である。 大型の車体で、兵員輸送用途に適しており、セファラン走行兵員輸送車とも呼ばれている。ちなみに、前述のマックスプロも、セファラン走輪走行車と同様に、ナビスター7000シリーズトラックの4四輪駆動タイプの車体から開発されている。セファラン走輪走行車もマックスプロと同様、4四輪駆動の車体であるが、ホイールベースはより長いタイプになっており、一方で、 タイヤ系は小さめのものが使用されており、路外機動性よりも市街地での運用を念頭に置いていると考えられる。後部の走行車体には後部にリアドアが装備されているほか、車体側面にも昇降用ドアが装備されている。セファラン送輪走行車がどのようなエンジンを使用しているかは不明であるが、ベース車両のナビスター7000シリーズでは、ナビスターインターナショナル車製、カミンズ車製。 あるいはキャタピラー社製の出力300から400馬力程度のディーゼルエンジンを搭載していることから、これらと同じか、あるいはさらに大出力のエンジンであると考えられる。イスラエル軍では、セファラン装輪装甲車を、ゼブ装輪装甲車、m d t ダビデ軽装甲車などとともに、兵員や物資の輸送車用、あるいはメブとして運用している。ありがとうございます。